主は皆さんと共に。ブルカによる聖福音。その時、イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵のある者や賢い者には隠して、幼子のようなものにお示しになりました。そうです、父よ。 これは、御心にかなうことでした。すべてのことは、父から私に任せられています。父のほかに、子がどういうものであるかを知るものはなく、父がどういう方であるかを知るものは、子と、子が示そうと思うものは、ものほかには、誰も、 いませんそれからイエスは弟子たちの方を振り向いて彼らだけに言われたあなた方の見ているものを見る目は幸いだ言っておくが多くの預言者や王たちやあなた方が見ているものを見たかったが見ることができずあなた方が聞いているものを 聞いたかったが聞かなかったのである。クリストに賛美。賛美私たちも今日、クリストに哀れみを持って見られています。クリストが今日、私たち一人一人、この、ここに集まっている、集っている共同体を振り向いています。あなた方が見ていることが、多くの預言者たち、王たちが見たかった。 それだけじゃなくて、これは宗教的な話ですけど、宗教の以外のことも、の、の人も、私たちが見ていることを見たい。実際にその全ての行いの裏には、全ての人々が、<coughs> 罪の裏さえも、人々が、私たちが見ている、見ていることを見たいんです。それを、なんか、 えあの受けたいそこまで行きたい何ですかまことの愛神の技 <coughs> 私たちを超えている技詩幣には人間の救いはいうなんか牛とかあの人間の力からのではなく神から来るだから幼子のようなものが幸い 幼い子はもう自分で何かを得たのかもう全然考えない祈ったりというかもううるさくまでお父さんにお願いお願いお願いけど自分の力自分の賢さで幼い子はもらうものはもう全てただもう無償です恵みであるという感じだから私たちが本当に何もできないということそれをはっきり 深くまで認める人が幸いですね。本当に知恵のある人。選挙の面でも、人間関係の面でも、自分が何かこうしたら、こういうことになる。私はこれをしたら、ああ、なんとか主人と問題にならない。あるいは兄弟とか、あるいは選挙とか、あるいは仕事、あるいは子供たちとか、そうじゃないよ。私たちはいくら考えていても、失敗が多い。まじ、間違い。 ああこれはもういいなと思った途端にやっぱり相手は全然違う形で私たちの話をこいを取ってしまうだから反対する割は決定いいことかなどね神神が私たちにその愛を与える全ての壁を砕く愛本当の交わり今日ここに集まるのは当然なことではないよ全然 これは奇跡。この世界では奇跡。お,お金ももらわないし、なんか、ね、もう、まあ、ベッドに残った方がいいでしょう。少しだけでも。しかし、これ、そしてたくさんのこと。私たちが見ていることは何ですか神の無償の愛。神の技。白い旗を出す人は幸せという。 私がも,もう私がねあの沖縄のとこの時にはねアメリカの兵隊が入ってそして白い旗もうアメリカ軍は私たちのところに来ない神ご自身が私たちのところに来て救いをもたらすそして私たちが主よ今からもね一日中主よを暴れんでください なもうどうしようもない私は本当にわからない本当にわからないわかると思ったけど古人間がそれを考える私は本当にで、われんであれんであれんであれんでこういう祈りがあった時には私たちの信仰の目が開かれすべてが恵みとして認めますだからすべての出来事において神の技を見てその愛を見て喜ぶ子供のようにすべてプレゼントとして受け入れるように 実際にこの愛は、この不思議な素晴らしい愛は、十字架に現れます。イエスキクリストの十字架に完全に現れたが、私たちも毎日、クリストと共に十字架に貼り付けられているので、子供のような目がありましたら、私たちがクリストと共に,十字,に十字架に貼り付けられたならば、この愛を 見出す。経験することができます。見ることができます。信仰の言葉によると、やっぱり、見ると経験するは一緒であると。見るだけではなく、外のことではなく、この愛の見業この愛の素晴らしさ、この神の慈しみは、外から見られるものではない。 自分の中に実現されることであると。自分の人生、そして自分の家族、自分の共同体で見られるものであると。で、それは十字架に輝く愛です。私たちがこんなにぶつかったとき。 病気になったとき、心配になったとき、人間関係の難しい状態に入ったとき、難されたとき、侮辱されたとき、軽蔑されたとき、追い出されたとき、何もわからないという状態の中に入ったとき、つまり、釘に、クリストと共に何にもできない、そういう状態に入ったときには、神の計らい、神の力、神の永遠の愛。 神の限りのない死より全てよりも強い愛を経験することができます。その愛によって私たちが平和を保ちながら苦しみに入ることができます。そしてその悩み、その心配、その無量さ、その不安の中にとどまる。とどまる。平和のうちにとどまること。これは幼くしか見ることができない。 身めなもの。かしこさ、人間の知恵からものではなく、見ることができるものではなく、神の愛を見ることができるのは、本当にちっちゃいもの。もうすべてがプレゼントであるという、eh, 心を持っているもの。苦しみも 神のプレゼントこの問題も神のプレゼントであるというその素直な心だけ見ることができますその素直な心を持っている人だけ全てを苦しみさえも神のプレゼントとして見ることができますけどこれは本当の自由本当の、えー、完全な人生を送ることができるものですねあの大太刀とか 力のあるものとか知恵のあるものはみんなそれを憧れている、それを狙っているけど、全然手に入れない。私たちには無償で、この経験、この幼い子の心が教会の道を通して与えられるのですから、神に感謝しよう。